松田 CX-5 のデビューから3年余りが経った。今日までスカイアクティブ技術とデザインテーマ、魂動を一貫して採用し、開発された新世代商品群は6モデルに及ぶ。アテンザ、アクセラ、 で見よ CX-3、そして先日発表となった、ロードスターで一つの節目を迎えた。今年1月に大幅改良を行い、技術面の向上とデザインの刷新を図った、CX-5。同社のツダラインナップにおける位置づけは、 発売当初と今で異なるのか。今後の方向性も含め、大塚正史開発主査と、玉谷佐都チーフデザイナーに話を聞いた。クロスオーバーよりの SUV から、本格 SUV へ、現在は、 本格 SUV という位置づけの CX-5 ですが、デビュー当時はクロスオーバーと歌っていましたよね。玉谷佐市チーフデザイナー以下継承略 SUV には背の高さやボディとキャビンの比率など、こうでなければいけないという骨格のバランスがあります。これを踏まえた上で快適性やマルチユーティリティを実現し、 魂移動デザインを表現したものをきちんと作っていますよ。確かに開発当時は黒缶も含めた SUV というカテゴリーの中でクロスオーバーよりのポジションを意識していました。しかし実際に発売してみたら、 他社からもっと乗用車寄りのクロスオーバーモデルがたくさん出てきた。SUV の枠組み全体が乗用車の方へ動いたことで SUV の中心に位置することになったわけです。クリーンディーゼルエンジン スカイアクティブ D を搭載したことも話題になりました。大塚正史主査、イカ系省略 CX-5 が日本市場で高く評価された理由として、クリーンディーゼルの存在は大きいですね。発売前は、 半信半疑だったところもあったと思うのですが、お客様にはディーゼルの良さを理解していただけました。その後の車種にも設定されるようになったのは CX-5 が役割を果たした結果だと思います。ディーゼルの力強さは、 SUV と相性がいい。それが、松賀社でなければ得られない、他にはない価値になったんです。ロードスター発表会後に行われた、 ファンイベント、BEA ドライバー、セレブレーションではユーザーからどんな意見がありましたか。大塚、十数年ぶりに車を買い替え、CX-5 に乗っている。それからは、カスタマイズしたり、ドライブで遠くまで出かけるようになったという方がいらっしゃいました。 人生を良い,い方向に変えるきっかけとして僕らが関与できた。製品を作って売る立場の人間としてすごく嬉しいことですね。たまや。 熱烈なファンが多くて、褒め言葉と同時に厳しい指摘もいただきました。いいデザインだと言ってくれるのは大きな励みになっています。 SUV の本質を磨いた改良、今年の1月には大幅なアップデートを受けました。カテゴリーの中心となったことで、どのようなポイントを改良したのでしょうか。大塚、ファッション、ライフスタイルなどの価値観の変化で、車選びでも SUV を選ぶ理由が変わってきている。 こうした中で CX-5 はどの方向に進化していけばいいのか。これを考えた時に出てきたのが Center of SUV という言葉です。 SUV の本質を磨いたということですね。大塚、お客様が SUV というものに期待するのは、オフタイムでも、オンタイムでも、自分というものをしっかり主張できるかどうか。カジュアルでも、スーツ姿でも恥ずかしくないものを期待します。 ですから快適な乗り心地、家族を安全に運べて、荷物もしっかり詰める使い勝手といった基本的な部分を絶対に外さず、理想を追求して作り込んでいこうと、デザイナーにもエンジニアにも注文を出しました。タマや SUV 的な表現をより強めて、インテリアの品質感向上も同時にありました。 マツダの中では唯一の SUV ですから、それをラインナップの中でしっかり主張するようにしています。大塚、SUV のある生活が楽しくなって、また SUV を買いたくなる。 そういう風になってくれるといいなという思いを込めて商品改良しています。松田なりの解釈で定めたカテゴリーの中心、しかしカテゴリーの中心を狙って投入するということは、もともと典型的なものを欲しがる人だけがユーザーということになってしまいませんかすると、 先ほどの人生を変えるきっかけとはならなくなってしまうのでは。大塚100人いたら100通りの個性があります。実際には様々な価値観があって感覚が近い人を集めて、 商品を提供すれば共感されやすい。だから、どこをマジョリティ、多数派と捉えるかによって考え方は全く変わってくるんです。例えばミニバンはファミリー向けと思われていますが、実際は小がなでした。 年配夫婦のユーザーもかなり多い。これはたまに来る孫のための座席として用意してるんです。ですから、どんな楽しみを期待して車を選んでいるのか、という切り口次第なんです。 松田らしい切り口で考えた結果のカテゴリーの中心なんですね。大塚、他社の考える中心点とは異なるかもしれませんが、いろいろな考え方や選択肢があっていいと思っています。玉屋、 マツダというブランドは同一セグメントの同じカテゴリーに複数の車種を投入するほどの規模ではありません。一車手術になるからにはマツダネス、マツダらしさの度合いが濃厚であり、ラインナップの中で役割をしっかり担えることが肝になります。楽しく車選びをしてほしい。 CX-3 が登場したことで、マツダの中で CX-5 の位置づけが少し変わったりということはないのでしょうか。大塚、全くありません。あるユーザーから CX-3 を買うつもりでディーラーへ行ったんですが、CX-5 を買ってしまいましたという声をいただきました。 どちらを選んだかではなく、どっちを買おうか悩んでくれたことが重要です。車選びを楽しんでくれたということですから。たとえこれが、 他社の商品を選ぶ結果になったとしても、車ってつまらないよねと思われるよりは、楽しんで車選びをしてくれる方がいい。車離れなんていうのは、業界側の怠慢ですね。たまや、楽しんで車選びをして、 その結果として、松田車を買ってくれたら、最高ですね。購入に至らなくてもいい。松田というブランドに興味を持ち続けてくれれば。 いつか買っていただくチャンスを作ることができますから。前向きな人に松田車を選んでほしい改良を受けたばかりですが、これからの CX-5、あるいは SUV の新型車が向かうべき方向を教えていただけますか大塚、まだまだ SUV に多くの人が興味を持っているので、 これからも他メーカーからどんどん出てくることになるでしょう。選択肢が増えるのはそれはそれでいいことです。そんな中で僕らが忘れてはいけないのは特定の価値観のお客様に評価してもらえる松田らしさです。 その価値観とはどんなものなのでしょう。大塚、いろいろなことに前向きにチャレンジしていく。さまざまなことに興味を抱いて人生を楽しんでいる。こういう人が マツダのターゲットです。完璧を目指したいと思って生きている人です。だから次の SUV も そこを狙ったものになります。おそらく、ただ、なんとなく生きているという人には共感してもらえないでしょう。ただ世の中は、どんどん変わっていきますので、 ソリューション、要素の組み合わせは、現行モデルから変わりますよ。どんなものになるかは楽しみにしていてく。